はい、皆さんこんばんは。酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は芋焼酎ということで、ちょっとね、まあ芋焼酎なんですが、これは、コンビニで、どこだっけ？ローソンじゃない、サークル系サンクスか。サークル系サンクスで、買いました。なんぞ。という。まあこれね、芋焼酎といっても、本格芋焼酎ではなく、まあ、いわゆる、まがいものの芋焼酎。ということでもないんですけど、まあ、いわゆる加水された、水を加えられた、芋焼酎と。まあ、アルコール度数が16度と。普通の、芋焼酎だったら25度が、まあ、大体平均なんですけど。まあ、それ以下なので。つまりその分だけ加水されてるわけですね。白金酒造株式会社です。白銀の、名水前割りと、ここにね、ちゃんと名水で前割りと書いてあります。私たちがここなんとかで、焼酎作りを続ける理由がこの水にあります。南蔵は、白銀の名水なくしては語れませんと。白金酒造の磨き芋仕込み。白金酒造は伝統的に磨き芋を使用していますと。まあ、いわゆる、磨き芋っつうのは、ピカピカの磨き芋だから、まあ、ヘタや傷んだ箇所も徹底して取り除いて仕込む。芋をね。さつまいもをね。それがまあ磨き芋仕込みということらしいです。で、これ値段が250円。ちょっと高いですね。普通に、16度で250円っていうのは、ね、コンビニで売ってる、まあ、やつだったら、ほら、黒霧島。あれ25度。まあ、あれ本格芋焼酎ですから。あれと同じ値段ですね。まあ、ですが、これはサークル K にしか売ってないですからね。コンビニ限定と。しかもサークル K 限定と。いったところでしょうか。まあ、早速飲んでいきたいと思います。芋焼酎飲むのも久々なんですが。じゃあ、乾杯。結構甘いですね。加水されてる。まあ。白金酒造か。白金酒造。酒造でググりまーす。やっぱり白金のつゆですね。有名なんだとね。まあ、白金のつゆは、まあ、ね。超有名ですけどね。これ、まあ、飲んだことありますね。ていうか、そもそもこれは原材料、さつまいも、米麹だから。まあ、いわゆる白麹ってことでしょうか。ね。黒麹は使ってない。まあ、いわゆる白金のつゆ、みたいなやつですね。よくわかんないけど。まあ、飲みやすいけど、別にこれといった特徴すらないですね。これはね。白金のつゆは結構受賞歴がいろいろあるらしいですね。
まあそこら辺は省略します。白金酒造の、サイトに行っても、特にこの南蔵の、あれは書いてはいない。地域限定か？違う。季節商品。違う。違う。あれ、ないですね。はぶられてんだけど。白金酒造からもはぶられた。なんぞ。かわいそうに。ね。商品紹介のところにね、一切書いてないっていう。てか、白金酒造、これ合ってんだよな。白金酒造株式会社 E って書いてあるんだけど。英語で E って書いてあるんだけど、これ、ね、気のせいかな。別会社なの？若干違うのかな？まあいいや。南蔵の芋焼酎でググりますと。サークル券サンクスオリジナル芋焼酎南蔵を販売。九州地区限定。と書いてありますが。これが2011年の3月3日ですから、あ、南蔵の、これの28度が出るっぽいですね。900ml のやつと 720ml のやつですね。28度は珍しい。うん。九州限定と。わざわざ九州、うん、わざわざ九州で限定する必要はあるのか。まあ別としてね。だってさ、九州限定、だって九州なんて芋焼酎に溢れてるでしょ。ねえ。まあいいや。うん、まあ特には、これは、どう言ったらいいんだろうね。もう甘いです。うん。だって普通の甘さです。ちょっとピリピリっとくるかな。うん。どこがどう、なんか、ねえ、白金酒造の、あの、白金のつゆと違うのかがいまいちわからないんですけど、まあ、少なくとも別に至って普通の芋焼酎としか思えないですね。薄い。うん。至って普通のね、まあ芋ですね。まあでもあれ、これは初心者向けですね。まあいわゆる、うん、あの白波とかみたいに辛口ではなく甘口のね、まあ飲みやすい方面の、うん、まあ16度ですからあんまりアルコールがね、まあ女性向けじゃ女性向け？あんまりね。あんまり、その、酔いたくない人向けなのかな？ちょっとわかんないけどね。サークル系サンクスは2011年3月11 12日。九州新幹線開業に合わせ、これまで地元食材を使ったお弁当などの販売を行ってきたが、今回は鹿児島県名産、芋焼酎のオリジナル商品、白金酒造
の南蔵を開発し、3月10日から九州地区のサンクス酒取扱店で販売する。まあこれはさっき言った28度のこの南蔵ですね。同商品は、鹿児島県で栽培された黄金千貫、ナルモン金時の2種類の、芋を原料に使った芋焼酎。さらりとした甘さの芋、黄金千貫かな、は白麹に。ねっとりとした甘い芋、ナルモン金時は黒麹となり、この2つをブレンドして作られた。ああ。28度で仕上げることにより、通常の焼酎より、味わいが濃く飽きのこない焼酎を楽しめる。値段が、720ml が1365円。900ml が995円。まあ、これは 900ml の方が、パックなんですね。紙パック。だから安いと。うん、で、720ml の方が、まあ、瓶と。いうことになってますね。うん。ああ、ブレンドか。黒麹と白麹で。ああ、なるほどね。ちょっと待って。これ本格焼酎じゃん。あれ、本格焼酎って書いてあるどこに。あれ、これ本格焼酎なの？あれ、本格焼酎って書いてあるぞ。あら。あら。あらら。あ、これ本格焼酎らしいです。ね、間違えました。普通に本格焼酎と書いてあった。本格焼酎の定義、ちょっと見ていきましょうか。本格焼酎の定義、本格焼酎とはどのような定義されているものでしょうか。製造方法と酒税法の二つの観点からご説明しましょう。お酒の種類には製造方法によって大きく次の三つに、分けられます。醸造酒、原料をそのまま、もしくは原料を糖化させたものを発酵させた酒。例、日本酒、ビール、ワイン。なるほどね。蒸留酒。醸造酒を蒸留し、アルコール分を高めた酒。焼酎、ウイスキー、ブランデーなど。なるほどね。これはわかりますね。混成酒。酒、かっこ、蒸留酒が主に使われる。に、他の原料、香り、味をつけて、糖分や色素を加えて作った酒。リキュール、甘み果実酒、みりん、合成精酒。まあ、いわゆる酎ハイとかってことですよね。で、焼酎は製造方法から見ると、蒸留酒になります。酒税法上の本格焼酎。皆様も、ご存知の通り、お酒には酒税が課せられており、国の大きな財産になっていますと。お、ここに書いてあった。本格焼酎とは、単式蒸留焼酎。かっこ、焼酎、おつ類に該当するものとなりますと。単式蒸留焼酎とは、なんぞや。
以下の条件にも当てはまるもの。1、焼酎、香酒以外。うん。2、アルコール分が45度以下のもの。3、以下のアルコール含有物を連続式、蒸留機以外の蒸留機により蒸留したもの。あー、めんどくさくなってきた。へったくそやな、この説明。ウィキペディア見るわ。もうちょっとさ、ババッとわかりやすくさ、書けよ。アホタレ。どこだ？あった。本格焼酎。うん。あった。本格焼酎とは、以下に掲げるアルコール含有物を蒸留したものでなければ本格焼酎と名乗ることはできなくなった。と書いてあります。なるほど。なお、単に焼酎おつ類、単式蒸留焼酎と表示するのであれば、材料は制約されないと。で、以下に掲げるというのが、穀類または芋類。これらの麹及び水を原料として発酵されたもの。穀類の麹及び水を原料として発酵されたもの。清酒粕及び水を原料として発酵させたもの。清酒粕、米麹、及び水を原料として発酵させたもの。または清酒粕、砂糖、かっこ精霊に掲げるものに限る。米麹、及び水を原料として発酵させたもの。かっこ黒糖焼酎。なるほどね。穀類または芋類。これらの麹、水及び国税庁長官の指定する物品を原料として発酵させたもの。うん。簡単に言うと、芋とかを原料として発酵させたものは本格焼酎になります。ということだよね。簡単すぎないか。むしろ逆に本格焼酎じゃない焼酎は一体何なんだと。あ、蒸留してないのか。あ？だって発酵させたものって書いてあるから、以下に掲げるアルコール含有物を蒸留したもの。つまり、発酵させたものを蒸留させると。芋を発酵させたものを蒸留すると。うん。ああ。あれはサトウキビだもんね。焼酎香類の、まあ、いわゆる大五郎とかですね。あれ、サトウキビが原料ですから。本格焼酎ではないと。これの場合、原材料がさつまいも、米麹って書いてあるから、まあ間違いなく本格焼酎ですよね。だって穀類または芋類、これらの麹、および水を原料として発酵させたものって書いてあるから。まあ、めんどくさくなったんで、知らん。多分俺の感覚で言うと、もうはっきり言って芋焼酎じゃないタイプの逆にね、やつっていうのは、いわゆる本格焼酎じゃない芋焼酎みたいなのはですね、まあこの
ここら辺に大体書いてあるんですよ。何が書いてあるかっていうと、おつ類、甲類、なんか合体させたみたいな。おつ類、甲類、紺和か。おつ類と甲類、紺和とかって書いてあります。本格焼酎じゃないやつ。おつ類、甲類、類、紺和とかって書いてあります。紺和と書いてありますね。ブレンド。つまりブレンドされてる。紺和焼酎。だから基本的にここら辺にね、まがいもののやつは、おつ類、甲類、紺和とかって書いてあるんで、よくわかります。まあ簡単に言うと、安いやつはまあ基本そうだと思った方がいい。ですね。例えばコンビニで売ってる、カノカとか。俺基本的にね、紺和のやつあんまり好きではない。パック焼酎とかで売られてる、なんか、カノカとかあったよな。いや、カノカでもちゃんと本格焼酎のやつあるんだけど。ね。例えば4リットルのさ、ね。焼酎みたいなのあるでしょ。芋焼酎みたいなやつ。芋なんとかって書いてある。甲類、おつ類、紺和とかって書いてあって、割合が甲類 70%、おつ類 30% って書いてある。まあ。うん。まさにその通りですよね。3割、7割で、芋の方が少なかったり、まあ逆に、逆7割、3割とかの場合もあるし。基本的に俺そういうのは紹介しないです。飲酒動画だとね。大体飲みたくない。そもそも。そんななんか。ね、いわゆる、これと、ね、大五郎混ぜました。はい。ね。それ単品単品で飲みたいじゃん。やっぱその方が味はわかりやすいですし、ね。これはちょっと、うん。個人的には、いかんともしがたい。うん。わけですね。うん。まあ、だいたい25度のアルコール度数のやつは、ほとんどの場合、いや、それ言っちゃうとあれか。いや、あれ、あんま言わないとこ。と思ったけど別にそうでもないのか。25度でもちゃんと紺和のやつもあるし。うん、もうデカデカと書いてありますね。もうこの正面に。焼酎、甲類、おつ類、紺和とかってね。で、これの豆知識として、焼酎、甲類、おつ類、紺和と書いてあるのと、焼酎、おつ類、甲類、紺和と書いてあるのがありますけども、いわゆる、甲類、おつ類と書いてあった場合と、おつ類、甲類とか、まあ、逆転してるわけですよ。で、どっちが何のかというと、甲類、おつ類の方は、甲類の方が、割合でかいんですね。割合がね。甲類の割合が、まあ、6割ぐらいあって、おつ類が4割とか。まあ、それ以上の場合ですね。逆におつ類、甲類の場合は、おつ類の方が、割合がでかいと。5対5の場合は知りません。どんなのか。
なんかこういう暑い日に、こういうぬるいっていうか、ね、芋焼酎を飲んでると、気分が悪くなってくる。なんか、あんまり焼酎、芋焼酎は暑い日には飲みたくない。個人的には、ね。まあ飲むんだったら、まあ、飲むんだったらって言ってもほぼ飲まないけどな、俺はな。うん。まず飲まないね。あ、ほぼ確定的に。やっぱり寒い日に飲むのが多いな。なんでか知らんけど。確かになんでなのかはわかんないね。なんでなんだろう。なんか気持ち悪くなってくるんだよね。暑い時に。うん。ロックじゃないのは特にね。まあ、という感じですが、うん。ぶっちゃけて言うと、これ、25度だと思ってて買ったんですよ。よく考えたら。だってさ、このパッケージだぜ。なんか、こう、かっこいいだろ。かっこいいイコール25度だと思い込むだろ。16度とかさ、ええー、なんですよ。ええー、ともくそも、まあ、あれなんだけどさ。まあ、16度なぁ。で、やっぱ、加水されてると、やっぱり、薄いよね。うん。当然だけどね。薄い。うん。確かにマイルドなのか知らんけど、やっぱ、濃い方いいんじゃね。ね、ウイスキーも40度の方がいいでしょ。20度ぐらいのやつとか。ね。やっぱなんか、ぬるいなんか、暑い日にこんなぬるい芋焼酎飲むのはちょっと気分が悪くなる。やっぱ夏はさ、ね、ビールとかさ、が飲みたいよね。誰かコメントありましたけどね。ジンとかね。確かに。ジンを冷凍庫でキンキンに冷やして、ロックで飲むとかね。あ、いいですね。ジントニックとかね。ジントニックはちょっと甘いんで、トニックウォーター入れるから甘いんですよね。だから若干ちょっと、爆発製品には、ちょっときついかなと。やっぱ甘さがなく、こういう、これみたいに芋焼酎もやっぱ甘いわけですよね。うん。はっきり言うと。だから気持ち悪くなるのかな。うん、やっぱ甘くない、苦かったり、ね。ウイスキーみたい。まあ、ウイスキーの場合だと、あれか。ハイボールとかですね。うん。ですね。そう。前ニュースで見ましたけど、アイスって熱すぎると売れなくなるらしいです。35度とかなっちゃうと、なぜ売れなくなるかっていうと甘いから。うん、ほんとクソ熱い35度ぐらいの日に甘いアイス食いたいと思います。俺は思わない。普通にウーロン茶とか、麦茶とか飲みたいですね。全然甘くないやつ。
まあ、せめてアイスだったら、食うとしたら、いやー、アイス基本甘いからな。もう全部食いたくないですけどね。ガリガリ君ですら食いたくなくなる。うん。だから逆に食いたくなくなるらしい。だから25度ぐらいがベストらしいですね。アイスが一番売れる時期。売れるのは、初夏とか。ね。25度ぐらいの日が一番美味しくアイスが食べられるらしいです。やっぱガリガリ君も甘いですからね。確かにあれはまあ、まだマシな方ですけど。ガリガリ食えるからね。あ、でも食うとしたらあれかな。甘くない、アイスボックスだっけ。あれ氷みたいなやつ。あのね、カップに入ってる氷みたいなやつ。あれはそこまで甘くなかったんですよ。うん、まあでも基本的にアイス関連は全部甘いんで。ね。だから逆にほら、ね、冬とかにアイス食べたくなる。とかあったりするでしょ。それはそういうことなんでしょう、ね。冬はやっぱりね、コーヒーを片手にアイスを食べる。まあ今日食ったんですけど、今日アイスコーヒー片手にね。ちょっと涼しかったんで、涼しくもねえか。うん。スーパーカップの抹茶味。うまいよな、あれな。ほんとスーパーカップはさ、量多いからいいよね。あれはバニラ至高だわ。バニラもうまいし。ね。そうなんて邪道ですよ。うん。そうはどうもあんまり好きじゃないんだよな。氷入ってるから。なんか薄まるっていうか口の中でさ薄まるんだよね。だから薄いんだよ味が。うん。だからやっぱりスーパーカップです。うん。個人的に。うん。ね。ということでちょっと気持ち悪くなってきたんで。まだちょっと残ってるけど。まあ、これ三つ星だな。うん。まあ、普通に、うん。16度の芋焼酎と思えば、何の変哲もない。至って普通のやつです。それではご視聴ありがとうございました。